三条通り方面からの京都東 IC 入口京都東インターチェンジは京都市山科区にある名神高速道路のインターチェンジである。なお、西大津バイパスの富士を南ランプに直結している。京都市と大津市の境界付近に存在する。名神高速の京阪神方面から大津市の一部地域や高島市へアクセスするのに有効な玄関口となっている。 このインターチェンジの開業によって、山品地域が交通の要衝として発展した。また、株式会社スバルによれば、開業日、東 IC から乗り入れた第1号車はスバル360だったという。初期の計画では、国道1号の京都バイパスの東側終点として計画されており、国道1号との接続も大津市追い分けに設けられる予定であった。 大津市域にも大きくまたがる設計であったため、大津インターチェンジとして建設が進められていた。その後、当初の予定であった京都バイパスが名神高速道路に編入され、新しく五条バイパスが建設されることとなったため、国道1号との接続は京都市内にも設けられる計画となった。そして、接続時の線形の問題から京都市側のみに出入り口が設けられる計画に、 変更され、また実際とは異なるトランペット型のインターチェンジが計画された。しかし、出入り口が京都だけに向けられたことに対して、大津市の地元から反対の声があったこと、またトランペット型のインターチェンジでは山を大きく切り崩さなければならず公費の都合から困難とされ、日本道路公団は抜本的に計画を見直すこととなった。この計画変更によって、 大津サービスエリアにインターチェンジを併設されることになり、形状も Y 型インターチェンジに変更された。また、国道1号との接続部は、ロータリー交差点にすることが検討されたが、交通需要の予測が改定されたことにより、交通処理の方法が見直され、立体交差を用いた交通処理が行われることになった。ありがとうございます。